どうも、山上です。さあ、戻ってきたよ、気流編。あとは、合田隆二との決着を残すのみなんだよね。行こうか。んで、あの、プレゼントは？あ、マジマ編をクリアした。あいあいあい、マジマ編をクリアしたご褒美か。ゴロちゃんの仕送りが金貨になって帰ってきました。なるほどね。贈り物に。嬉しい。皿。さら、これで美味しいご飯でも食べなっていうお母さんかよ。終わりー。なんかもっとお金送ればいろいろもらえたのかな。どうも、はるかちゃん。はるかちゃん、いや、行こうか。早速カムロ町ヒルズに向かおうかな。おい、おそらくこれが最後の戦いになる。もう後戻りはできねえぞ。最後の準備はもう大丈夫だと思うんだけど、元刑事的にどう？俺いけるね。行こうか。大丈夫だ。多分ね。はるかのことは俺が面倒。ああ、一緒に行くわけではないんだ。心配するな。すげえ心配なんですけど。伊達さん子守下手だよ、キリュちゃん。キリュちゃん、よろしく頼む。行こうか。カムロ町ヒルズでバンバンバトルかな。そうなのかな。答えて、キリュちゃん。一人にしないで。いや、うん。建設中のカムロ町ヒルズを壊しちゃいそうだ、ゴロちゃん。ごめんね。行こうか。あー、なるほど。街中から神言パか。龍二にたどり着く前に神言パを倒さないといけないの。街燃えてるじゃん。お前ら何してくれとんねん。お前、行こうか。行こうね。行こうぜ。死にてえやつだけかかってこいって言わないんだね。スターダスト、ユーヤ、ユーヤ助けてくれないか。俺を助けてくれないか。いや、一人で行こう。一人で行ける。うおれ。いや、街中なら看板バンバンバンで行けんじゃない。看板バンバンバン。あ、コンビニあんじゃん。コンビニみんな集合。コンビニ集合だよ。来い来い来い、みんな来い来い来い。見納めだな。きっと見納めだよ。見納めなんじゃないか。お前すぐ倒れちゃいそうだから、いいや。へい、バイトをやっちゃって。温めよろしく。いいぞ、お前もこれで共犯だ。いいね、いいよ。で、どうしようか、どうしてくれようか。ヒート試させて。ヒート、ごめんね。あの、これはいつか弁償します。はい、失礼しました。よし、来いよ。あとは一人だけか、てめえ、この野郎。いい度胸だ、いい度胸だ。よいしょ、よいしょ。ほら、立てこれ。ナイスゴリラ、ナイスゴリラ。ゆうや、ゆうや、また来るね。よし、いいぞ、行くぞ。あっちだな、あっちっぽいな。どんどん行って、武器が落ちているからもらっていこう。あ、これ人言パの車。傷つけてやれ、傷つけてやれ。無理だった。いや、うん、ちょっと私強くない？ハードでいけたんじゃない？ノーマルのまま突っ込んでますけども。おれ、よいしょよいしょよいしょ、来いよ。おいおいおい、何人でもかかってこい。この野郎、この野郎、俺は青龍刀じゃない。木刀持ってる、木刀持ってる、木刀持ってるから。気をつけて、気をつけな、気をつけな。痛いね。お前だろ、今殴ったの。林、これ。オッケー。セリト、はい、ありがとう。お前らのセリトでドン。痛いじゃん。やめなさい、やめなさい。いけんね。武器もいっぱい落ちてるし。ほい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 、こい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 、オッケー。うんで、これはどっちから行けばいいんだよ。うん、どっちを通ってもいいのかな。だとしたら俺は因縁のあるミレニアムタワーの前から行こうか。そうしようか。おら、錦を迎えに来た。錦はいないみたいです。諦めろ、そろそろ。諦めないよ、僕は諦めないよ。八角棒、八角棒。おいおいおい、来い来い来い、この野郎。よし、まあ、ちょ、待って待って待って。いや、なんかチャカいる、チャカいる、チャカいる。チャカ先にドン。いいぞ、やっちゃおうか。やだ、ちょっと。ひどい男だよ。もう性癖歪むぞこいつ。いや、待って待って待って、危ねえ。性癖歪みたいやついる？お前から。いいね、いいよ、もうどんどん刺しちゃう、どんどん。一番痛いヒートじゃない？かわいそう。ごめんね、ごめんね。あ、ごめん、調子乗っちゃった。僕調子乗っちゃったけど、武器はもらっていく。うわ、何これ何これ、何持ってんの？スタングレネード、スタングレネード。なんか美味しそうなもの持ってるけど、これ何持ってんのあんた。何これ、何、ど、何、何、どういう、わかんないけど、なんかすげえ倒れてくれる。強い、これ強い。しかも永遠に使えるっぽい。永遠に使える武器をもらった。永遠に、あ、すごい吹っ飛ぶじゃん。何これ、何なんだろう、何なんだろうか。わかんないけど、ドン、わかんないけど、ドン、わかんないけど、ドン。この武器強い、この武器強い。うん、なんだ、ミレニアムタワーが燃えてる、燃えてるっぽい。一緒に燃やしてもらおう。あれ、爆弾だったんだ。うわ、投げとけよかったんだ。なんとかグレネードみたいな。あ、ちょっと
男性が取り残されている。お前出た方がいいぞ。いや出れねえか。俺がすぐこの町を平和にしてやるからな。そこで待ってろ。おい、こん坊発見伝。発見伝だよ。行くか。どんどん来い、どんどん来い。一体何？なんか今撃たれなかった僕。この先にチャカがあれな、倒せなくない？何？あ、まだ残ってた。ライフルが残ってた。何なんだよ、倒せねえと思ったバリケードがよ。バリケードを勝手に作るな。勝手に作るんじゃねえ、この野郎。んで、え、こい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 、アルチメッツも使うか。アルチメッツも使おうか、どうしようか。おるい、行け行け、こら死にさらせ。いやいやいや、ちょっと待って、チャリ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 、これ何？あ、スタンガン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 、ビリ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 たーい、ビリビリする野郎がいい。よし、まあいいねいいね。リュウジ君の前に体力はなるべく温存しときたい作戦だけど、いける？あんた脳回復でいけると思う？いけると思う？どうもいけんね。いけるね。今日は調子がいいよ。やっぱキリュウちゃんと一緒だと息が合う。あんたはたくさんのヒートがあるから楽ちんかもしれない。いや、じゃあ振りましょう、振りましょう、こいつは振り回していこう。ほらほら、ぽっちゃりぽっちゃり、この野郎この野郎。チャリだな、チャリ大好き、チャリ大好き。ほれ、ういげ、うれ、食いでるチャリ。人のチャリでこうやっちゃうんだよ、俺は。こうやっちゃうんだ。あいつなんか気絶してんな。いけんな、今のうちに。いや、しょー、ほら、清流と、清流と怖いか、俺が怖いか。ほれ、躊躇なく切る。俺は躊躇なく切ってやるぞ。おい、来い。おい、来いで。曲がり角注意報だね。来いよ、どんどん来いよ、俺が言ってやるよ。うん、来い来い来い、この野郎。ほらほら、カムロ町を平和にしてやる。余裕だな、この野郎が。なんだ、なんか飛んでないか、この飛行機雲みたいなやつは。なんなんだ、飛んでくるじゃん。ちょっと待って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 、危ね、危ない。ちゃんこちゃんこ、うん、来い来い来い。あ、ちょっと、はい、あれランチャーか。ランチャーがいるな、ランチャーが、ランチャーがいるぞ。ちょっと、そっちには行けない俺。で、出れない、出れない。壁から出れないよ。ランチャー飛んでくるもんだって。だから、こっち来て、こっち来といて。いや、ちょっと怖い。ここから出るの怖い。ランチャー来るもんだって、ランチャー来るもん。俺知ってるもん。知ってるもんね。よしよし、よし、よし、壁際でドン。壁際でドン。よしよし、避けていこう。いつ飛んでくるんだ？一人か。なんだ？いや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 、終わり、終わり、終わりだよ。で、あれは突っ込んでっていいのか？突っ込んじゃダメでしょ。バカ、危ない、危ない。やだ、やだ、ちょっと、怖。え、ちょっといやだ、危ない、避けれる、避けれるぞ。ちょっとバット拾って。あ、いいねいいね、トラックの横を通れってこと。ありがとうだね、ありがとうだね。で、あ、いるね、いるわ。あ、2人か、2人いるっぽいぞ。2人いるから、今だ。いや、3人だったわ、ランチャー3人か。で、あ、いや、いけるか、いけるか。いや、ちょっと撃たないで、撃たないで。やば、こいつ仲間ごと撃ったぞ。やば、やば、怖っ、怖いじゃねえかよ。いけいけいけるいけいけた、オッケー。あー、まあまあまあ、いいでしょう、順調と言えるでしょう。で、ん、これも二手に分かれてんだ。どっちから行く？俺はまっすぐだよ、まっすぐ進むんだよ。いけ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 、よいしょよいしょよいしょ。いるか、駐車場から出てくるパターンなんじゃないか。出てこないパターンだ。んー、じゃあこれ拾って、刀拾って、行くぞ行くぞ、行ってるぞ行ってるぞ。え、あ、うん、来ないね、来ないよ、余裕で。あ、もう着いちゃうじゃん、リュウジ君、お待たせ。全然手こずってない。僕は刀を片手にお迎えに上がりましたとさ。え、いいのかな、来るか、来ないな。来ないじゃん、着いちゃったぜ。へいへい、燃えてる。おい、なかなか歯ごたえがありそうやないか、来いや。俺は刀を持ってるぞ、気をつけな気をつけな気をつけな。いや、アルチメット出しちゃう。どうしようかどうしようか。うん、そろそろアルチメット捨てごろ。あー、何、ちょっと汚い手で触んじゃないわよ、このスーツ気に入ってんのよ。いや、いけ、よしよし、一人減った、よし、ナイスナイス。いや、ちょっと何か強くなってない、あいつ強く、あ、なんかやだ、やめて。ちょっと何が起こってるのかしら。いや、おほほほ、やるじゃないかやるじゃないかやるじゃないか。これ素手でいけんのか、素手でいけないっぽいけど。ヒート、うん、アルチメッツ出すか、アルチメッツを出すタイミングか。いや、武器だな、武器に頼って。これは何、閃光弾、閃光弾は投げる投げる。いや、これピカってする、ピカってする、ピカってした、ピカってしない、した、今だ今だ。うえ、よし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 、いけるか、いや、なんか落ちてる、なんか落ちてる、トイレの中になんか落ちてる。いや、ちょっと待って、武器です、はい、僕は武器にいた、頑張れ、切る、頑張れ頑張れ頑張れ、オッケー、よし、いやーいいやーい、バットでドーン、よし、倒したか、倒したね。組長のバット、これはゴロちゃんのバット、似合ってるよ。トイレになんか落ちてたな、失礼します、女子トイレに失礼します、オッケー、よし、いや、体力回復いらないね、回復しないでいきたいよね。いけるか、カムロ町ヒルズ、
入れんのかな、なんか初めて入るね。来いよ、どんどん来いよ。いや、いっぱいいるかも。いっぱいの場合はどうしたらいい。あ、キルキルキル、作戦思いついた、いいこと思いついた。はい、思いついた。ランチャー行こう、ランチャーでぶっ放そう、ぶっ放していこう。いえ、行くぜ、ランチャー出してドン、ランチャー出してドン。いや、ちょっと近づいてこないで。ちょ、これ結構ね、距離必要だと思う、距離必要だと思うからドン。オッケー、どう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 、僕の作戦なかなかいいんじゃない。オッケー、減った減った、ちょっとは減ったか、ちょっとは減ってないか。なんかチャカがいるな、チャカが先やっちゃう、先やっちゃう、危ね。ほら、てめえが痛いじゃん、先にやっちゃわないとやばいよね。よいしょよいしょ、まだチャカいるな、チャカチャカチャカいる、チャカいるじゃねえかよ。いいぞ、さあ、シギサロス。よし、うわ、危ねえ、危ない、あ、弾がない、弾がない、なんか奥から走ってきたじゃん。お前はなんだ、お前は仲間に入りたいってか。いいよいいよ、入れてあげるよ、お兄さんが入れてあげるって。あ、じゃあちょっとアルチメットから、アルチメット出しちゃうか。アルチメットタイムです、こんにちは。よしよしよし、やんがるるるるるるる、よいしょ、オッケー、あ、オッケーオッケー、落ち着こう落ち着こう、弱いからな、みんな弱いからな。なんか武器拾う、武器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 、これは何これは何。ナイス、手榴弾、手榴弾だぜ。いやー、撃たれた、待って、お前らにはまずポイポイ、オッケー、そこを爆破するよ、危ないよ危ないよ、おいしょ、いいぞ、さあ撃ち込もうか、グッバイだよ。んで、うっしょ、うらうどどど、燃えてる燃えてる、みんな燃えてる、いい感じいい感じいい感じ。せ待って待って、あ、まず清流とアルヒロ、あの、ちょっとついてくんなよ、俺のこと大好きだな、言って。まだチャカがいる、調子乗ってんな。みんなお前のこと大好きに決まってんだろうが。私も大好きだ、私も大好きだ、聞いてるか、聞いて、私の愛の告白を聞いていますか。聞いていないね、行け、 OK。 やばい、汗かいてきた、汗かいてきた。龍が如くダイエットになるぞ、代謝代謝が上がっているぞ。おい、あと3人か、楽しもうか楽しもうか、いいより。まあいけるでしょうね、なんか他に使ってない系の武器、自分の武器出さなくてもいけんな。いろんな武器が落ちているこの街、やばいかも。アルチメッツか、いや待て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 よ、待てっつってんだろうが、しつけがなっとらんの。んで、手榴弾でポンだな、こうこういうことだ、こういうことも使っていく。いや、投げて、今だ、おいおい、で逃げる逃げる、俺は逃げる俺は逃げる、お前らは爆発する、どういうこと。いいじゃないか。楽しいね、お前が強いの、お前強いな、お前強いからポンしちゃおう、ポンしちゃおう。やだ、ちょっと待って、俺以外にも爆弾おじさんいるな、爆弾おじさん手挙げてくれますか、手挙げてくれるとちょっと助かります、助かります、助かります、助かります。虎落としも出したいな、今日の目標だ。はい、お前らに勝つことなんて当たり前なのだよ、当たり前なのだよ。あ、棍棒だ、棍棒もらってどんどんどんだね。もう爆弾はない、爆弾はない、爆弾はないって聞いてるの、こっちのセリフを聞きなさいって。よし、あいつ投げてくるな、よしよしよし、これで、ね、二人で終わりかな。入れる入れる、空いてる空いてる、入れる、入っちゃって、お、来るか龍二くん、新しい武器を持ってっていいか、刀だ、行こうか、清流刀入るぞ、失礼します。よし、元現場監督が入りましたよ、カムロ町ヒルズ。ジンゴンパを倒せ、倒したか、黒装束の男を倒せ、来るね、まだ来るね、行こうか。うーん、どうしようどうしよう、俺もアルチメッツ、お前がそう来るならアルチメッツで、どれ、やばい、何こいつ、なに、待って待って、なんで俺こんな体力減ってる、待って待って、一回一回回復するね、なんでこんな減った、いきなり、私なんかした、なんかしたね。思い当たる節がありすぎる。え、ちょっと待って、どういうことだ、うん、わかんないけど、ちょっと脳回復はやっぱ無理でした。誰だよ、ハードでもいけるって言ったバカは。まったく、そんなわけないじゃんね、武器だな。あいつはなんかしてる、毒とか使ってた。ちょっと待って、これは、あの、闘技場で頑張ったらもらったやつ。ほら、ちょっと顔見せてよ。ああ、やだ、かっこいい。でーす。で、武器をどんどん使います、こいつには。もういいです、もういいです、ブレードでドンです。えい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 、なめんじゃないよ、こっちはアモンを一人で倒した男だよ。うっきえ、うれ、うれ、怖いか、俺が怖いか。アルチメット、いいね、もういいよ、武器の披露会ですね、また武器の披露会を始めましょうか、ドーン、いいじゃん。調子乗んな、調子乗んなって。いや、武器替え、武器替えです、武器替え人間です。ドスかな、ドスと、あとポットは、ポットのヒートとかあんのかな、わからない、わからないよ。で、チャカも使ってやろう、チャカを打ち込んで、もうチャカでお亡くなりになりませんか。いげ、いいぞいいぞいいぞ、ナイス、いけんねいけんね。でポットはなんかあんのかな、あ、殴るのね、普通にもうお殴りになる。よし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 、来たぜ、
正気、俺はもう勝ちを見越しているぞ。怖いか、俺が怖いか。来た、行ってよ。お待たせ、龍二君。全然手こずってなんかない。落とせ。かっけえ。しゃおれ、ナイスです。いいね、やっぱキリュウちゃんとは息がぴったりだよ。来るか、リュウジ君じゃない。最終決戦に挑む、挑むね。武器屋がおる、武器屋がおられる。え、ありがたくない？え、なんか買えんのかな？こんにちは、味方かな？ちょっと気をつけて、気をつけて話そう。ちょっと割高だけどな、集めたもの売ってやるよ。見てってくれよ。おう。あ、ありがた。なにこれ、回復のものとかも売ってくれるんだ。いやだ、ちょっと。でもやっぱ割高？足元見やがって、いらないかも。ありがとね。はい。お前ここじゃ儲かんないだろう。俺目当てできたな。で？あ、装備品ボックスも。じゃあ使っちゃった武器置いてくか。そうだな。うん。でも龍二くんとの対決ではあんまり武器は消耗しないと思うので、いっか。いや、粉雪、雪降ってるじゃん。ちょっとロマンティック。他になんか、あんのか。あるかな？え？ちょっと、上に上がったら龍二くんが待っている気がする。でも僕は寄り道をしていく。やだ。ちょっとやだ。奥になんかある。ああ、わかる。私は龍が如く大好きだからわかる。こういうね、奥まったところになんか落ちてんのよ。落ちてないよね。わかってた。落ちてないのよ、こういうところにはね。うん、そちらの顔で戻ろう。え、こっちには。あ、でも立派に立ってんね。ゴロちゃんちゃんと立ってとるわ。すげえ。いや、ちょっとキリちゃん反省しなね。ゴロちゃんが登場会やめたのはすごい重い理由があったわ。何をバカみたいに登場会に戻ってくれとか言ってたの？反省しよう。マジ反省。いや、行こうか。行ける、行けもうすぜ。上がる、上がるよ。ちょっと待って。うん、行こう行こう。何ビビんな、ビビんな。私がついているぞ、キリュウ。行こうか。リュウジ君お待たせ。上がっただけ。ムービー始まるかと思った。何？ちょっと何？雪の中のキリュウちゃんかっこいいよ。ちょっと待って。あ、セーブできるわ。セーブします。セーブもさしてくれる。最終決戦目前でありがたし。ありがたし、ミュゼ。ちょっと、夜景楽しまない？ちょっと、キリュウ。キリュウ、やだ、見て。ちょっと、やだ。ロマンティック。ロマンティックが止まらないね。うわぁ、ビルの明かり。これは残業の明かりよ、キリュウ。お疲れ様。言うとる場合かってね。よし、気は済んだ。キリュウちゃんとの夜景デートもこの辺にしておこうか。いや、どんどん上に上がればいいんでしょ。上がればいいんだよね、何もないね。いや、うん、どんどん上に上がらされる感じ。大丈夫、キリュウちゃん、高いところで大切な人を失いがちじゃん。失いがちじゃん、さやまちゃんは大丈夫か。いや、さすがに実の妹を手にかけるわけなかろうね。行こうか。よしよし、待ってろよ、さやまちゃん、リュウジ君。お待たせ。会いたかったよ、リュウジ君。うわぁ！取る！カズマ、こんな状況だとは。こりゃどういうことやねんな、キリュウさんよ。リュウジ、もう話したのかな。動かないで、ゴーダ会長返しなさい。あそこにおる、次にせえ。お父様を。会長。うん、ご無事で何より。無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。言わないのかな。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。なんやと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。ゴーダ・リュウジ、あなたは覚えているはずよ。
炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅう。やっぱりユージなんだ。あなたも知っているでしょ、自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。さすがに動揺するよね。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。合田隆二さん、あなたを逮捕します。嘘え。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。ジン、今までほんまのことが言えんで、すまなんだ、龍二。26年前、スヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場。偶然私は、その店でスヨンと知りおうて、彼女の素性を知った。ああ。組織から逃げる毎日。スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けした。けど関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。はあ、私の父のことね。スヨンモテモテ。仕方がない話や。私は所詮極道門。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うっせえ。そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。合田陣中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたい。何の因果かな。お前人言派、やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもええ。奴らと利害が一致した。それだけ。さあ、残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい。私の話は終わってないわ。止まらねえな。合田隆二。やはりお前は、俺が思っていた通りの男だ。どういう意味。自分の生き方を変えられない。ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。やめろやめろ、キリュウ。戦うことこそが生きていることの証。もう分かった、もういい。そういう男には俺も全身全霊をかけて答えるぜ。ああ、家族
一緒なら一丁派手に極道の絵で探せようやないか。おお、待ってたよ竜対決。かっけえ。うわ来たよ来たよ、決着だ。つけようか龍二。来たぞ龍二くん。覚悟はできとるやろね。かっけえ、ゴーダ龍二、関西の龍、決着つけようか。いや、お前は刀離すのバカみたいな体力ゲージしやがってよ。いいよしょ、いや逃げろ。ほら来ると思ってよバカ誰か。さやまちゃん、援護射撃一発お願いしてもいいか。銃の弾はすり抜けると思う。見てるだけだよね。それね、これ男同士と掴めないが来るね。いや俺はこうやって痛いじゃん。お兄さん、あの、いや僕たちは義理の兄弟になるんじゃないか。いや来いよ。いや何が起こってんだよ。アルチメット出しちゃうか。俺は素手で行くけど、どんな感じ龍二くん。いやじゃあ俺掴めないか。もう掴めないのか。君は掴めないと思って戦った方がいいのか。いやいいよ来いよいやでもスヨンさん、そうか。でもこんな可愛い龍二くんを置いて河原さんの方に、まあしょうがないのか。女性が生き残るにはそうするしかないのかな。でも龍二くん、君は大丈夫だ、可愛いよ。僕がうわちょっと待って、捨てられたわけじゃない。よきた、あぶね、何、無理、早いって龍二くん、やめて。ああ今ノリとテンションでなんとか腹切りを避けました。いやちょっと落ち着こう。いやお前もアルチメッツかーい、アルチメッツなのかーい。いやうん、いや似てるんだよ龍二くん。抱っこ、ナイス抱っこ。親友と似てるんだ、戦うしかないんだろ。いやちょっと思い出させんな、バカじゃないのギルちゃん。あそこで親友とか呼ぶな。私の気持ちも考えなよ。うわだ、もうこうやって戦うのは自傷行為なんだろうな、孤独なんだろう龍二くん。いやもう考えてる余裕なんてない、ないない。行こう、楽しもうぜ。うおれ、いやちょいへー、もう突っ込んでいけ。なんだ今のは。どう、いやちょ龍二くん、落ち着いて。いや落ち着けないよな。いや楽しいよ、君との喧嘩をずっと心待ちにしていたんだ。君だけじゃない、決着をつけたかったのは君だけじゃないな。カウンター決めてな。虎落としとかもできる。できない、うわ倒れないで。頑張って立ってごめんね、手こずっているわけじゃない。ダメだな、刀の人にも虎落とし聞くよな。うり、いや今じゃなかった、ごめん立ってごめん。いやふざけてるわけじゃないよ、楽しんでるよ君との。うわ来た、おっきい決めるだ。また抱っこしちゃった、ごめん抱っこしすぎ。今日2回目、ほら来いよ。なんとおっといや、いけるどんどんいけ、もういけ、切られても前に進め。よし龍二くん、終わろうか、楽しかったよ。俺行ってよ龍対決、勝ってよ。よいしょ、龍は一匹で十分だよな。はい、龍は一匹で十分なんだよって言いつつ、2匹いてもよくないって思ってきたな。リュウジボロボロや。キリュウちゃん綺麗です。なんで、終わったのか。いやまだなんか来るか。お父様すいません。お父さん、会長すみません。いいんです。これで。あんたのおかげで、龍二の心の声を初めて聞くことができました。孤独だったっていうのは本音なんだろうな。ありがとうございました。合田会長。でかい人だよな。今まで私は大切なことを龍二に隠し通してきた。ほんまのことを言えば、ルージが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。ルージの父親として息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長、私も近江の大門を背負ってきた男です。
けじめだけはきちんと取りたいんや。龍二と一緒に逮捕してください。人格者だよな。これが会長の器か。お見事や。え？合田会長、桐生さん。え？ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。この声、この声、この声さ。その声は。え？え？誰だ？幽霊だ。双子か。どういうことや。これはすべて私が描いた絵図なんですよ。え？26年間考えに考え抜いた。ちょっと待って、それじゃあなたがキムデジン。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残り。そりゃないぜ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。だって救急車で見とったよ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば大海も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。なんだお前。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだ。そうか、きっかけは、龍二は東城会と近江の杯など絶対に認めるわけがない。命の所状だったな。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです。龍二は神言派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。そりゃそうだろう。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田。桐生さん、あとはあなたを片付けて東城会を潰せば全ては終わる。高島さん、電話してたのお前？おい、セッタ吸ってんじゃねえぞこの野郎。なんで、マジかよ。寺田ちゃん生きて、ていうかキルちゃん、とんでもないやつを五代目にしたな。お前何やっとんねん。やっとだ。寺田幸男として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾？気がつかなかったんですか？だってあなたたちの目の前にあるじゃないですか。全部。どうして？爆弾は全て解除したはずだ。33個。倉橋の分ですよ。増やすな。あなたの父親、河原二郎が殺した倉橋のね。増やすな、勝手に。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せばカムロ町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田。何ですか？最後に教えろ。お前はあの時、風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを。
26年前のあの日、俺はお前を見ていた。それも見てたの、カズマくんは。キムデジン、逃がした瞬間も見てたのか。風間のおやすさん、風間のおやすさんが。あんたたちよ、みんな。どれが、これ寺田ちゃん。ああ、黒橋。イレスの俺もバテよ。いるか。うわ、風間さん。風間さんか。あ、いや違うわ、風通しです。風通しです。もっとちゃんと探せお前。좋아우리도가자인욱의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야오오오으아대다이기로お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。カズマ、やっと会えたね。この時会ってたんだ。おやっさん。いや、こんな風に生かされても。まだ掟がどうのとか、盗聴会がどうのとかって思うわけ。メンチ切るじゃん、カズマ。風間のおやっさんの言葉響かなかったのか。命無駄にするなって。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田、その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆に世話し大見へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が大見に入った後、道島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。風間さん、そこまで。私に手をついて何度もお前のことを。そこまでしてもらっておいて。お前は、お前、風間のおやっさんにそこまでしてもらって、おい、人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。龍二、私は人言派の構成員です。人言派の掟は全てに優先する。強い、熱い、強い。たとえ親だろうが、やるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。何をやめなさいよ、あんたたち。人言パー。すべて終わらせよ。キリュウさん、死んでもらいます。